アニソンフラッグ、今日も始まりました。今日のゲストはなんと谷本くんです。谷本隆さんです。谷だよ。谷だよ。ファンの人はタニーみたいな感じですか。そういう風に仕向けてます。仕向けてる呼ばれてる。呼ばれてます。一応ぼちぼち呼ばれ始めてますね。ウィキペディアでも相性はタニーって書いてます。そうだって覚えにくいじゃん、谷本隆義とか。まあでもなんかほら僕ってほらやっぱ子供向けのアニメとたくさん歌ってるから子供のイベントが多いんですよ。あ、そうね、タニーとか、ね、そうするとこんにちは、僕の名前は谷本隆義だよって言っても終わった時には誰だっけっていう話になってる。あ、確かに確かに。そしたらもうタニーでまとめた方がなんか分かりやすいかなと。でもやっぱりああいうところに来るのはこうちっちゃい子も来るけどそれに一緒に来る保護者の方がいるじゃないですか、うん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 、やっぱりお母さん受けも狙うんですか。僕がほらテロだってさ、CD とか買うのはグッズを買うのはお母さんとか。そうですね、それはそうですけど、うん、今松田さんが言ったような下心はないですよ全く。ないもちろんあのお母さん向けにもお父さん向けにも歌いますけど、うん、アニソン歌手からですか。私結構ウィキとか見て経緯知ってるんですけど、うん、ああ、そうですね、もともとはバンドでデビューしたくて東京出てきたんですよ、はい。それでいろんなあの音楽の仕事したいから雑誌とかいろいろ見てたらミュージシャン募集みたいなのがあって。え、事務所のですか。レーベル、当時ねインディーズレーベルがすごく盛んで、そこ界隈でお仕事いろいろあったんですよ。仮歌とかコーラス歌うとか、でそういうスタジオ仕事をずっとやってました。おー、なんかウィキだと結構はしょられてました。いろいろあってアニソン歌手になりましたみたいな。なんかそういういろいろはなんだろうみたいな。そうなんかいろいろ見たことある自分のウィキペディア。よく見るけどそんな広い感じされてる。いや、こんな書き方じゃないですけど、まあ、割とざっとそんな感じに書かれたので、あ、この経緯で何があったんだろうって思いました。ちょっと書き直しとくなさい自分で。デビューしたくて東京に来て、アニソンシンガーのオーディションとかがあっての、うん、あ、これがね、うん、でそのインディーズの仕事をしてたらだんだんいろんな、まあ、作曲もしたいし、うん、編曲もしたいっていうのでいろいろ仕事をもらってたんですよ、うん、でそういった中であのレコーディングディレクターっていう仕事があって、うん、でちょうどその現場の時に、うん、たまたま一緒に仕事してたエンジニアの方がアニソンシンガーを探してるんだけど男のボーカルでいない？僕に聞かれたんですよ、ディレクターの僕に。でディレクターの僕がいや僕いますよって言えないから、うん、言うタイプだよ、ね、でも誰もだって言うタイプでしょ。ちょっとルール違反というか分かんない、当時の僕としてはなんか、まあ、ディレクターで入ってるからなんですね。そうそう、違うなと思っていい人いますよって僕が持ってた自分のデモテープをこの人なんですけどって渡したんですよ、うん、かっこいい、あ、言えないからでも自分の声だけどこの人ですよって。そうそれもって言ってじゃないですか。そしたら1週間後にこの子誰って言われて、あ、すいません僕でしたって言って、おー、あのレコーディング決まったんですよね。すごい、うん、それがデジモンテーマズのワンビジョンで、すごい、すごい、そんなことあるんですね。そんなことあるんですね。え、でもその時結構大人でしたもん。もうでも25、6。あ、そうなんですね。デビューする時って、まあ、アニソンっていうジャンルなかったじゃないですか。普通に、まあ、アニメの歌を歌うんだな、お仕事としてね、いつも通りのお仕事としてっていう感覚しかなかったの。それがデビューして1年後2年後とかしたら、クラブにアニソンだけを流す日があるんだよっていう情報が入ってきたり、アニソンがすごい今ブームになってるよクラブでみたいな、なったの。この10年ぐらいの気がしますね。そうですね、なんかね私もアニソンバーやってるけど、うん、今年9周年なんですよ、うん、だからここ10年ぐらいの気がします。流行り出してみたいな。でその後ね5年後6年後ぐらいに、うん、アニソンシンガーっていうジャンルがなんか定着して始めたのかな、うん、だから僕ももともとアニソンシンガーだやったっていうものでもなかったんだよね、うん、デビューするんだってみんなに言ったら、おーすげえじゃん、なにって、デジモンっていうアニメなんだけどさ、デジモンはすごいですよね。そう、当時はすごく人気だったけど、やっぱりデビューするって言ったら、うん、まあ、ミュージシャンとしてデビューするって言ったら、まあ、アニソンシンガーっていうよりは普通の J-POP のアーティストとしてデビューするのはすごいねっていうのが、まあ、当時の主流だった。でも今ねアニソンでデビューするんだよって言ったらもうすごいよね。すごいし、みんながアニソンシンガーになりたいんですよ、うん、そんな風になっちゃったから、ね、ジェネレーションギャップっていうのかな、うん、だし、だこの番組を見てくれてる方も本当にアニソンシンガーになりたい方が多いから、うん、すごく勉強になりますよね、この番組って。あの参考にどうやったらこうなるのかなとか、うん、どういう風に歌の練習するのかな。タニ
にはあれですね、うん、じゃあ才能型ですね。才能型ですね。A 型ですよ。A 型才能型。2人のデビュー秘話は才能型でしたね。才能ね、結でも結局選ばれてるよね、だから。いや、でも順番待ちっすよ。歌うまい人で、うん、たくさんいて、うん、その人たちがたくさんいる中で僕の順番が来るのをずっと待てるか待てないかみたいな。あ、待たなかった人は別の道に行くし。え、じゃあ人生とはそういうものですか。まあ、続けることに、続けてたからですよね。続けたからその順番が来たみたいな感じだと思いますよ、僕。うん、でもそれを掴むのがすごいことですからね。ドラゴンボールはなんて決まったんですか。ドラゴンボールは、うん、これはオーディションですね。あ、ドラゴンボールもオーディションなんですね。でもそこまでデジモンを歌ってとかいろいろ流れがあるけど、谷本君にもオーディションじゃ受けないってなるんですか。うん、そう、まあ、半分以上オーディションですよ。あ、そうなんですね。うん、でこれがね、オーディションと言いつつ決まってるのにひっくり返っちゃったりとかね、そういうのも結構ある。うん、決まってたのにみたいな。でも聞く、自分が歌う予定だったのに、うん、あれっていう。ゆみさんあります？私は逆に3番手ぐらいに回ってきたりとか。あ、言ってましたね前にね。うん、そう、よくある。オーディションという名のオーディションじゃなかったり、表現が難しいな。表現が難しいですね。オーディション、オーディションという名のオーディション。どうしよう、オーディションね、難しい。でも結局ね、そういうふうにいろいろあるんだけど、やっぱりそこでやっぱ光るものがあると、何かやっぱり それがダメでも次に何かあるんですよ、うんうん、と思うな。私でも谷本さんガッシュ世代なんで知ってます。 ありがとうございます。今日歌ってないですけど、君にこの声が届きますようにはめちゃくちゃ好きです。あ、言ってくれれば歌うのに。じゃあ次回本当に呼んでくれるの。あれやだ、これやだって言ってなかった。こないだちょっと僕が歌う曲、いやちょっとこれはって言ったら、もうなんかスタッフみんなドン引きしてるよって松田さんが言ってたからさ、もう呼んでもらえないのかなと思ってビクビクしてんだけど、また呼んでくれるのかな、これ。大丈夫、ぜひ。ゆみさん次第、ゆみさん次第か。いやいやいや、ぜひぜひ。やっぱアニソンをみんなに、ね、たくさんの方に聞いてもらいたいし、私谷本君とね、うん、あの海外でも一緒にライブ、ね、そうだね、行くこともあったりして、うん、だからなんか YouTube はね、ある意味いろんな国の方も見れるから、ね、そうですね、見ていただきたいですよね、うんうん、松澤由美のアニソンフラッグ、チャンネル登録とよかったら高評価もよろしくお願いします。